さあ、英単語の時間がやってまいりました。本日438番目の今日の単語はですね、コンフリクト。さあ、皆さん、意味はどうでしょう。衝突、もしくは対立ということでよろしかったかと思います。さあ、問題は、なぜこのコンフリクトが衝突、対立という意味につながってくるのか。それにとは、スペルですよね。つまり、綴りにございます。さあ、皆さん、コンフリクトをよくご覧になっていただきますと、ある別の単語が隠れてません。このあたりでよろしいかと思います。これですよね。さあ、フリクションが隠れているんですね。このあたりでよろしいかと思います。ですから皆さん、フリクション、皆さん意味を思い出していただけるとよろしいかと思います。と言っても、皆さん、衝突、もしくは、摩擦という意味がありましたね。ですから、まさに衝突、摩擦でございますので、コンフリクト、衝突というところにつなげるのは問題ないかと思います。ですので、コンフリクト、衝突、フリクションも衝突、摩擦、2つ合わせて抑えられそうですね。で、ちなみに、コンフリクトですが、こちら ETS が制作しました公式問題集、ピンクの4。テスト1のパート7、回答冊子89ページにも掲載されておりますので、参考になさってください。そして我々はですね、皆様の TOEIC のスコアアップ、こちらにつながるようにですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。